なんか喋ってくださいね。なんでや。なんか雑談シリーズとかいうの始めるから適当に喋れって言われましたね。なんやそれ。そんなもん父ちゃんが喋ればええやん。わいらが喋ってんのって父ちゃんのさじ加減や。その通りですね。そういや父ちゃん好きな人いるらしいで。喋るんかい。初耳ですね。まだどうなるかわからんらしいけどな。いや、ダメなやつですね。残念。ま、進展情報が入ったらまたこの雑談で話すわ。興味ないですね。あと父ちゃん、未だにコロナのワクチン接種一回もしてへんらしいで。ダメちゃん。打とうと思った時に喘息の発作出て打てへんかったらしいわ。その後予約が締め切られてそのままズルズル。世間はもう3回目ですね。あ、そういやこの後撮影すんねんて。撮影って言っても耳かきいつも通りにしてるだけですね。まあな、いつも通りのワイラに合わせてアフレコしとるだけやもんな。だからいつも編集するとき頭抱えてますね。もっとカットしまくって作ったら楽なはずですね。それな。でも何かをさせたりやらせみたいなのは極力やりたくないらしいで。いや、アフレコやらせやし、この前ラップチャレンジさせられましたね。それもやった後に後悔したらしいわ。申し訳ない気持ちになったからもう二度とせえへん言うて謝ってきやったで。父ちゃん YouTube 向いてませんね。でもほんま、猫動画見てる人ってどんな動画が見たいんやろか。癒し系じゃね。あと可愛い系。なるほどな。だからこのチャンネル人気ないんか。どっちもないですね。父ちゃんの髪の毛バリにないですね。猫動画に面白さなんて求められてないんですね。アフレコもしっかりですね。あかんやん。全然あかんやん。皆さんはどんな動画が見たいんですね。 Vlog とかしてみたらとか。ふむふむ。飼い主がもう少し出てきた方がええとか。ふむふむ。おしゃべりより日常動画を増やした方がええとか。ふむふむ。こういう雑談動画とかもっと長くても見れるとか。ふむふむ。あとライブ配信。ライブ配信にしてもひたすら耳たちを垂れ流すもの。チャットを通して飼い主と雑談するパターン。または耳たちが VTuber ばりに生おしゃべりするパターン。今の実視聴者数じゃライブ配信厳しいけどな。まあ現実的かどうかはさておき、こんなのが見たい、こんな風にしたらいいってな感じで何でもいいので、コメントにてご意見ご感想くださると助かりますね。あ、そういや父ちゃんが旅行企画の案があるとかないとか言うてはったで。旅行？耳たち関係ありませんね。決まったか。でもなんか猫には関係あるらしいね。知らんけど。話しといて責任取らへんやつ。よし、洗顔も終了。なんだ。そろそろ撮影の時間やから日側帰ってこよう。やらせてる。動画をご覧いただきありがとうございましたね。この動画がええ思ったらコメント、高評価、チャンネル登録お待ちしてます。